そういえばここって調べる。あ、そうか、インブがうんたらかんとこ言ってたな。これで開けれるのもしかして。なかった。あれ、これ持ってなかったっけ。一見の鍵。はい。足りません。2匹いるから2個欲しいのかもしかして、これ。それがあれば、この先に行けるのか。5000円でパッチが売ってたな。ちょっと走る？じゃあしょうがねえな。帰るか。ここの海岸、ちょっと行ってみてえな。下もなんかありそうだなと。いやー、まあでも先こっち行く？これあれかね、あの情報だったのかな。そういう、ここ行ってねえな。ちょっと行ってみっか。カニオール、かわいそう。なんか変な引っかかり方してる。何かも。足元の肉が柔らかいって言ってたけどさ。あ、これは楽だね。ダクソ2のさ、あれ思い出すね。なんだっけ、 DLC1 のさ、あ、やば、コケ石のさ、亀みてえなの。ふい、あいつは引き返らなかったけど。洞窟あるな、やっぱり。あるとは思ったけれど。到着。消えるんだね、到着すると。リムクレイブコード。コードか。やばそうだな。侵入。なんか途中階があるな。ちょっと一回、触っといて。どの辺だった？上から行った方が良さそうだ。アイテム、びっくりしたー。アラームなった。黄金のルーン4。扉はないぞ。そこに何かがあるぞ。何もないんだろう。
丈夫これ。クソ怖えが。下は情けかな。情けやね。休憩しよっか。打撃が有効。またオービックの試合か。どっちにしろ筋力11くらいは最低でも欲しいか。これちょっときついな。それかクラブでも買ってくる後で。落とさないの？なんかそんな背負ってるから落とすんかなって思ったけれど。ネズミに注意。さらに下だな。あお、強靭度がすごい。あ、しかもやばい。私に注意。やはり隠し道か。知ってた。まあじゃあこれは下だな。ガチャコン。また途中下車ポイントがあるね。ジャンプが必要。一応上からでもいけるのか。爆発に注意。持ったら危ないのかな。なんかガスが充満してるとか怖すぎんだろう。あ、違うわ。なんかそういうタイプの敵が多い。なんだっけ、あいつに見える
竜のガクトに見える。あ、なんかまたあったな。あれってか待って、今たくさんあるけど、違う違う、そうじゃない。今の空間って途中下車空間じゃなかったって。仮想は何があるんだこれ。途中下車空間後で来るか。よいしょ。下を目指せ。途中下車空間からも下に行ける。待ち伏せがある。上か。鳥に注意。ご覧あれ。あー、やったー。おそらくここじゃない。ここにはあれか、まあちょっと素材がちょこっとあるだけで。こっちの先には何があるかな。よし。強敵。マジか。あら、なんだっけ、石ころトロール、なんだっけ、頭が弱点でした。ブレーあっ、マジか。頭を下に。ちょっと届かんな。あ、死んだわ。上行っちゃった。方向のメダリオン。なんか上にスイーって上行っちゃったね、今。嘘つきがあるぞ。隠し道があるぞ。嘘だな。よくやった。宝はないぞ。幸せ。
金ピカやで、金ピカ。独自の発光をしていらっしゃるもんね。輝きが強すぎる。軟禁なのこれ。帰るか。帰宅。次どこ行く？この島って言ったっけ？ちょっと微妙なんだよな。あら待って、あ、まずいわねこれ。実はたちが、待ての狼たちが、待って待って待って、熱すぎ。回復の術がないんだよな。ただこいつは多分なんだけど、その方向に逃げてもダメだから。サビ。いるね。犬はね、正直召喚した方がいい気がする。召喚して、なおかつ誰すげえ死ぬと食った。僕のダメージやばすぎ。そんな強いのこれ。続く回復しようと思ったのかな。それどころじゃねえこれは。これはちょっとあれだな、帰るか。一回こっちの方に移動して、再戦こっち返しよう。で、ちょっとあの、青瓶足んねえわ、これ。で、あの、ダメージ食らったら終わりだから、聖杯瓶使用回数をもう4-1にしておいて、一回食らったら終わりで、ワンチャンあるかな、くらいで考えておこうか。いや、あのさ、あの指の人がさ、指の狩人の人がさ、あれ、黒焦げになりたくないならやめとけみたいなこと言ってたから、竜がいるんだろうなと思ってたんだけど、廃墟があるだけ、竜全然いないじゃんってずっと思ってたんだけどさ、いるやん、竜。全然いるじゃん。まず犬は出す。犬は出すが、竜に近づいてからだ。無理無理無理。
とさ、あれアイテムあるよね、あの砕くやつ。教会行ってそろそろ武器強化しっか一回くらい。ちょっと脳強化ではきつくなってきた。いっぱいあるね。まとめて使用する。30個くらい使っときゃいいら。あ、いいねいいね。6000もありゃ十分でしょ。プラス3火事代で強化できる上限に達しました。この武器をこれ以上強化できません。あらら、こうしとくか。なんか買ってく？ 4910 円か。これ1個買っといて。無用な忠告かもしれんが、貴族の者には手を出さないことだ。掟があるのさ。孤独で良い、帰り見られ捨てられるとも何も求めるな。愛する者だけは決して許す。Show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. まあ誰か一人でもやったら、Goodbye. 言ってくれへんのや。Nice to do business.